拝殿2008年の例大祭の様子立神社は、東京都稲城市百村にある神社である。大雷神を祭神とする。所在地としては、稲城市百村であるが、地域的には、多摩ニュータウンの中に存在する。かつてはこの地は、多摩丘陵の里山であり、おそらくは、里山の中に祀られていた神社であると思われる。創建時期を明記した資料は存在していないが、本殿の礎石に、宝暦14年元首、松本健之丞建立とあるため、これが創建の年であると考えられている。現在の本殿は、明治時代の中期に建てられた。拝殿は、明治21年に建造されたものであるが、稲城建て大土地区画整理事業を機に、数形者の寄進により、平成10年に新築された。神社内には、慶応4年のキリシタン禁令等に関する、大上巻、考察5枚などが保存されている。かつては、多摩丘陵の豊かな森に囲まれており、集落からは、相当に離れた山の上に鎮座していたが、ニュータウン開発に伴って、神域の森は失われた。現在では、敷地は、極めて狭く、背後を、南玉尾根幹線が通過している。神社の境内は、縄文期から平安期までの集落、製鉄遺跡である立台遺跡に隣接しているが、遺跡との関係は不明である。立という地名は、この神社の東側にある、立宿と共通するものであるが、中世にこの神社の付近にあった百村城の館が立に転じたのではないかとも推測されている。稲城市教育委員会編、稲城の地名と旧道には、紅葉台地区が建設される以前には、鬱蒼とした森の中にあり、麓である百村地区からこの神社に登るのは大変であった、との古老の回想が記されている。稲城かるたには、雷神を祀る、氏神立神社と読まれている。ありがとうございます。